こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れた。護衛艦加賀、アド米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時だ。今となっては後出しになってしまうのだが、当時のチャンネルでも言っていたのだが、潜水艦が海底に入ると、行った3日後くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行南シナ海で、極秘任務についていた。なぜ今頃発表と考えてしまうが、実は黒潮は旧型の潜水艦その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されず、このタイミングという場面で発表した。抑止効果としか言えない。でも、そう、旧型潜水艦がもう一隻海底にはいたのではないだろうか。そんな気がしている。そう、旧型潜水艦の潜航深度は、旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは、当然で、この潜航深度は、極秘扱いになっている1000メートルは潜れるという人や、500メートルがいっぱいという話などある。実際には、その潜航深度は、謎のまま、未だに議論が繰り広げられている私は、800メートルと考えている。最新鋭の竜や東竜などリチウムイオン電池搭載艦。ともなると深く潜れるのではと考えるが、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと考える。そう、竜型潜水艦の次。最新鋭潜水艦では変わってくると考える通常動力型潜水艦でトップ。原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいるだろう。静粛性は実質トップと言える。それでは、リチウムイオンを搭載した雨竜の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこう。日本には潜水艦が数多くありますが、雨竜の出現が今までの潜水艦の歴史を変えました。雨竜は2018年10月4日に進水式を終えたばかりなので、本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者が完成したのだと考えています。しかも海底の忍者です。ちなみに、雨竜の建造費は660億円だったそうです。この雨竜の出現とは、一体どんな意味があるのでしょうか？高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずです。つまり日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとってはかなり目障りな驚異的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないのですから。忍者雨竜なら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるでしょう。自分たちの見えないところは、潜む見えない敵これほど恐ろしいものは、ないでしょう。ここで、雨竜に関する中国メディアが書いた記事を紹介します。気になることが書いてありました。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は、雨竜、そう、竜型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。
中国の無料で利用できるニュースアプリである今日頭上波19日、横流に関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでの双流型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年、軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容でした。また、キジハオウリュウが使用しているリチウムイオン電池についても、説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野彰氏が、2019年のノーベル化学賞を受賞したことも、記憶に新しいところでしょう。リチウムイオン電池は、多くの電気自動車にも使用されている電池です。蓄電量は普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるでしょう。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずです。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もありますから、どうしてこんなにいいものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるという指摘もありました。今日、頭上の記事は、中国で採用しない理由についてリチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しています。確かにリチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実です。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になりますから発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できることです。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題、予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されています。ということは、結局、中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれませんね。中国の別のメディア開始新は10月24日、横流については15年進んでいると言われるが、この間には、致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなります。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要です。潜水艦の位置を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体の音の補足なのですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然ですね。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということです。記事は、これらのメリットを認め、東方の大国中国よりも、
15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘しているのです。それが、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがある。ということで、万が一安全問題が起きてしまえば、どんなに高性能な潜水艦だったとしても無意味であると主張しています。それに続けて2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは現段階では判別しがたいとも言っているのです。と言っても2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可していますから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言ってよいと思われます。それにしても、どうして日本は発火などのリスクを承知でリチウムイオン電池を使用するのでしょうか。この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まっていく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じました。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、オウリュウに対する危機感を示していました。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みですから、中国だけではなく、世界中から注目されるところでしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまり、やはり、日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないでしょうか。今あるものを真似して同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければいつになっても追いつけないでしょうし、追い越すこともできないと思われます。